じゃあまずは名前を教えてクロエよあなたの名前はおうえっとジョンジョンって呼んで初めましてジョンそれじゃあクロエまずは自己紹介をしてくれるかな もちろん私はサイバーライフ初のアシスタント用アンドロイド私の機能は例えば家事をしたり料理とかスケジュール管理とか日常業務をこなせるの、うん、君は確か初めてチューリングテストに合格したアンドロイドなんだよねそれについて話してくれるかな大したことはしてないけどただ本物の人間と私の違いが分かるかどうかちょっとおしゃべりをしただけでもとっても面白かった